立ち風型護衛艦は、海上自衛隊のミサイル護衛艦の緩急。開示、第2世代の DDG として、第3次防衛力整備計画の最終年度にあたる、昭和46年度より建造が開始され、3隻が建造された。海軍戦術情報システムに準じた、戦術情報処理装置や SM-1MR、艦隊防空ミサイルに対応するなど改良された、 ターターシステムを搭載しており、海示護衛艦の武器システムを世界最高水準とする第一歩であったと評価されている。なお、本型の最終艦は、推進機関に蒸気タービン方式を採用した最後の護衛艦でもある。建造価格は、ネームシップでは185億円であったが、同艦で後日装備とされた各種アップデートを最初から、 盛り込んだ3番艦では300億円強となった。海上自衛隊では第一次防衛力整備計画末期の天津風によりターターシステムの艦隊配備を実現し、その性能に強い感銘を受けていた。しかし取得費だけでも高月の約70億円に対して天津風では約98億円と極めて高コストであったことから、 以来ほぼ10年間ミサイル搭載護衛艦は建造されていなかった。その後、第3次防衛力整備計画において、護衛隊軍の編成について八艦六機体制が採択されると、各護衛隊軍にターターシステム搭載のミサイル護衛艦一隻を配分する必要上、ヘリコプター護衛艦と同様、周辺海域に留まらない概洋作戦にも対応した大型の ミサイル護衛艦が求められた。これに応じて、三次防の最終年度にあたる昭和46年度に計画されたのが立ち風である。なお、同艦の取得費用は最終的に約185億円に上った。この時点で、すでに MSA 協定によるアメリカからのマップ援助は終了しており、ターターシステムはすべて開示予算を使用した。 対外優勝軍事援助により購入されたことから、本型は日本の経済復興に伴う独力での防衛力整備の象徴的存在ともされた。本型の総合的な特徴は、天津風と高槻型を合わせたものとなっている。基本計画番号は、海 -109。戦10隊形状は高槻型と、概ね同等であり、また昭和40年度計画館。 ミネグモ以降と同様、両波成功上のためのナックルなども採用されている。なお、可変深度ソナーの後日装備が予定されていたことから、完備にはトランサムが付されている。71式、ボフォースロケットランチャーを持たないことから、環境構造物は高槻型より前方に位置している。高月型と同様、煙突はマストと一体化したマック方式を採用しているが、 煙突排煙口の形状は異なるものとなった。主要武器の配置は、チャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦と同様で、全艦板に51番砲、第2マック後方の構造物に2機のマーク74ミサイル射撃式装置、その後方に52番砲、ついでマーク13ミサイル発射機が配置されている。ただしアスロック発射機については、アダムズ級では、 船体寸法の制約から、中部甲板に設置さざるを得なかったのに対して、本型では高槻型と同様に51番方の、後方、環境構造物の前方に配置することで、十分な水平社会を確保している。主ボイラーとしては、高槻及び、もちと、同系列の三菱重工業長崎造船所、米国 CE 社製の白用に同水管型ボイラーを採用している。 力量と蒸気正常は高月型と同一で、蒸気圧力は4 0 k g ス、平方センチメートル、温度摂取450度、蒸気発生量は、各120トン、時である。一方、主蒸気タービンは、春名型と同様、三菱白洋二度衝動型シリーズパラレル型で、シリンダー構成は、高圧、巡航一体型タービンと、 低圧タービンの組み合わせであった。本型では、開示護衛艦としては初めて、同型艦の間で、ボイラータービンの形式統一が実現された。またボイラーやタービン、補機類の操縦及び、運転状況を自動監視する機関操縦室が設置され、自動化が進展している。しかし一方で、経費節減の必要上、蒸気清浄については、 春名型で採用された、工場機条件ではなく、二次防寒と同等に止められた。蒸気タービン主発電機は、出力1 5 0 0ットで、前後の機械室に一機ずつ配置されており、また、出力3 0 0ットのディーゼル非常発電機も、船体前後部に分散配置されている。アマツカゼにおいて、ターターシステムへの電力供給が、問題になった経験を踏まえて、本型では、 当初から蒸気タービン主発電機の常時運転を前提とした設計が行われており、これによって緊急執行時も蒸気機関の準備時間が大幅に短縮されて速応性が向上した一方、機関の維持管理に要する負荷は大幅に増大した。本型は海上自衛隊の護衛艦としては初めてターター D システムを搭載しており、 自他護衛艦の方向兵器と合わせて重心を持った防空カモを形成することを期待された。また、高槻型と同等の対戦線、対水上戦能力も具備していた。本型が搭載するターター D システムは従来のターターシステムをもとに海軍戦術情報システムとのシステム統合を重視してアメリカ海軍が開発した改良型であり、 したがって、立ち風型護衛艦においても、海軍戦術情報システムに準じた、戦術情報処理装置が搭載されることとなった。これにより、本型は、海上自衛隊において、初めて大規模なコンピュータを搭載した、艦級となっており、各種センサー及び武器類を統合完成する、戦術情報処理装置として、一番艦の立ち風では、1区 -1 ウェス。 二番艦の朝風では、紹介性型の1区マイナス2を搭載している。アメリカ政府の輸出規制により、これらは戦術データリンクには対応できなかったものの、戦術情報処理と武器管制を一元的に統合し、艦の戦闘システムの中核となっている。また、計画年度にして二番艦との間に5年の差がある三番艦の沢風では、 輸出規制が解除されたことから、リンク11に対応するとともに、情報処理装置を、アン・クマイナス7に更新した、1-4が搭載された。1-1.2についてもこれと同等の性能を、備えるようにアップグレードが行われており、1番タ立カ風の1-1は1989年2月から9月、2番間、 朝風の1区 -2 は1989年12月から1990年6月に改修を受けて、それぞれ形式名は1区 -1B と1区 -2B に変更された。ターターシステムの主戦車となる3次元レーダーとしては、1番艦と2番艦では、天津風の案、SPS-39A の発展型にあたるアン。 SPS-52B が採用され、空中線部は第2マック上に、機器室が船体内の第2ボイラー室上に設置された。ビーム制御など、情報処理用のコンピュータとしては、ヒューズ H3118 が採用されたが、これは航空自衛隊の自動警戒管制組織と同一機器で元来艦採用ではなく、機器室直下のボイラー室が高温多湿の環境であったこともあり、 特に一番艦収益後数年間は故障が多発した。この経験から海上自衛隊はシステム艦における環境整備の必要性を痛感し、二番艦と三番艦は特に配慮された結果、この問題は急速に改善された。なお三番艦では、アン、SPS-52C が搭載されたが、こちらではコンピュータは艦載用に開発された。アン、 マイナス20とされていたまた、これを保管して、対空創作用レーダーとしては、オプス -11C の搭載が予定されていたが、予算上の問題から一番艦では当初搭載されず、1980年に後日装備された。対水上創作用としては一番艦には、オプス -16D が、二番艦には、改良型のオプス -18 が、そして三番艦には、 低空警戒能力を強化した新型機である OPS-28 が搭載されたほか、1992年から1994年にかけて全艦に公開用の OPS-20 が順次に搭載された。ソナーとしてはその時々の標準機が搭載されており、1番艦と2番艦では66、式単身機 o ス3が、3番艦では o ス4が、 それぞれ監視装備式に搭載されている。上記の通り、当初は SQS-35 可変深度ソナーの後日、装備が予定されていたが、これは最終的に実現しなかった。電子戦支援用の電波探知装置としては、1番艦では二次防艦で、標準的だったノルア -5 が搭載された。その後、2番艦と3番艦は、電子攻撃機能も備えた。 電波探知妨害装置として、ノルックマイナス -1、これを補完するレーダー警報受信機として、オルアマイナス -9B が搭載されるとともに、これらと連動して、チャフやフレアなどで鯉を展開するためのマーク36スバックも搭載された。また1番艦でも、1986年の改修で、電波探知装置をノルアマイナス -6 に換装するとともに、オルトマイナス -3 電波妨害装置、 ゴルア -9 ミサイル警報装置、マーク36スバックを追加搭載し、おおむね初雪型護衛艦と同等のレベルにアップデートされた。ターターシステム蒸気の通り、ターター D システムは本型の主要な武器システムであり、マーク74ミサイル射撃式装置、マーク13ミサイル発射機、RIM-66 スタンダード MR。 艦隊防空ミサイルから構成される。方向、水雷兵器手法としては、高月型と同様の容量で、73式54、口径5インチ単装速射砲を全艦板と、後部上部艦板出場に1機ずつ搭載した。砲射撃式装置としては、前期立て増艦2隻では、長月と同じく72式射撃式装置1型 AA が3番艦では、 新型の81式射撃式装置2型21が、いずれも環境構造物上に設置されており、またターターシステムのマーク 74GMFCS にも砲射撃式能力が付与されていた。またこれらに加えて、近接防空用の高性能 20mm 機関砲2機が1984年から1987年度にかけて後日装備されている。 水雷装備としては、やはり高月型と同様に、環境構造物直前の全甲板にアスロック8、連装発射機、船体チューブ両下に68式3連装、単魚雷発射管ホスマイナス301を搭載した。環境構造物左舷側には、アスロック断固が設けられており、ここからアスロック発射機への再装点は、1番艦と2番艦では、 ラマークレーンを使用した気力補助の手動装填方式が用いられたが、3番艦では、初雪型以降と同様にタマコからの直接装填方式が採用されたため、発射機の装備位置は環境構造物に近づけられた。本型は、八艦六機体制時代の護衛艦隊において、少数ながら最新鋭の防空中数艦として活躍し、八艦八機体制においても、 引き続き艦隊防空を担った。このことから上記の通り、継続的な回収により、装備のアップデートを図っていた。その後、老朽化とイージス艦の造成に伴って、2007年から2010年にかけて順次に除籍され、運用を終了した。ネームシップの立ち風は、懲戒の3番艦、沢風は同じく、あたごの収益に伴って、 第一戦から退き、二番艦、朝風は、足柄と交代して退役した。艦隊機関、立風はぜ九百九十八年に二番砲塔の撤去と司令部設備の新設改修を施し、二千七年一月十五日の退役まで護衛艦隊機関を務めた。立風の退役によって、護衛艦隊機関は廃止されたが、二千七年三月二十五日より、三番艦、 沢風が機関に準じて運用される護衛艦隊直轄艦として重当された。なお同艦は2番報道の撤去を行わなかった。2010年6月25日の同艦の退役により、護衛艦隊機関及びこれに準じた直轄艦運用は廃止された。ありがとうございます。